だいちゃん、おはよう。今日はどこ行くのかな。今日はどこ行くの。昨日元旦は釣りに行って、今日2日目は、はい、マザー牧場に行ってきますでしょ。マザー牧場に行ってきますね。だいちゃん、いっぱい楽しんでこようね。はい、今ここはどこでしょうか。どこですか。木更津から君津に入るぐらいかもしれないね。どこで降りるの。マザー牧場 ねいい、明けましておめでとう。明けましておめでとう。マザー牧場来ました。はい、大ちゃん、はい、大ちゃん、大ちゃん、はい、大ちゃん、こっち見てください。ワンちゃんのゴリ足役所を後ろのテーブルで書いていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、行きましょう。はい、じゃあまず入り口ここですね。はい、はい、中入るとね、こんなになって、売店がこれ右側にあって、まあ、巻き場カフェ。まあ、ここで、そうだね、食べ物とか、飲み物とか、ね。あ、マップがありますね。まあ、あれ？マップがありましたね。ワンちゃんダメなのかな。あの、ないね。ワンワンバス？ワンワンバスは歩かなくちゃダメ。ワンバスは乗れないの。人間しか乗れない。ここだとこのワンちゃんのこの犬のマークのついてるのが犬がワンちゃんが行けるところですってよ。ね。そんなんで、じゃあ大吉くんはどこ行こうか。ね、大吉君、このジンギスカンはこれお食事ワンちゃんも一緒にねできるから、小豚のレースとかこの辺牧場を見に行ってみようかね。ね、はい、じゃあブラブラ行きましょう。あとあれかな、お花は何が咲いてるかな。大ちゃん嬉しい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 。大ちゃんチーしたいしないの。大ちゃん、大丈夫？あ、そういうところ。見せてあげればあそこの景色。ああ。めっちゃあの花が綺麗だから見てみようよ。花？花咲いてっかな。小豚のレースはあれか、時間があれなんだね。嬉しいね、大ちゃんね。嬉しいね。あ、ごめんね。大丈夫だよ。あら、大ちゃん、すごい景色だね。大ちゃん、景色すごいね。すげえ、すげえ。大ちゃん、嬉しいの？嬉しいね。ね、風が冷たくてね。で、これね、ここが入り口になってて、感染症防止のため、靴底を洗います。これから、ここで、シュッシュッとやって、で、入ります。で、ね、あの動物たちがいますね。はい、これ誰？誰ですか？誰ですか？そのままじゃないか、白黒ヤギってそのままじゃないか。白黒だからって白黒ヤギなの？いや、なんかお腹大きくないですか？そうなの、お腹大きい ね。赤ちゃんがいる、赤ちゃんいるね。みんなお腹大きいんだ。みんなじゃないよ、これみんなでしょうよ。
なんかこれはなんかみんな羊ってあれだと思ったらなんかいろいろあるんですね。マーラか。あらら、結構してる。あら、これイノシシ。カッパじゃなかったね。マーラだったね。これ豚さん。ワンワンバス。わあ、すごいすごい、ここ景色が。大ちゃんでーす。大ちゃんでーす。大ちゃんとっても嬉しそうにしてまーす。とっても嬉しそうでーす。大ちゃんよかったねよかったね。いい景色だね、大ちゃん。ね、今日はね、今日は晴天です。友達とも一緒にいるからね。晴天で、晴天です。ワンワンバスとブーブーバスっていうのがちょうど一緒にね。あ、乗り場なのかな、そこがね。あーよー、これがなんだっけ。これがトラクターになって、ツアーになってます。これがマザーファームツアーっていうんだね。ここが乗り場になっててね。ちょっとね、ワンちゃん入れないんで大吉くんは乗れないんですけど、まあこんな感じですかね。あれに乗って、厩舎を回るみたいな感じですね。餌やって回るみたいな、こんなツアーですね、はい。こっちはね、乳搾りっていうんですけど、乳搾りなんかちょっとね、気が引けちゃうな。こっちはね、牛さんいるから、こっち牛さんいるから見ていこうね。あれ、顔がよくあるよね。ご飯、牛ちゃんたちがいけないっていうのを見せちゃうから牛さんに映っちゃうから牛さんもよくなっちゃう。だからと牛さんが一緒にいますね。大ちゃん、ほらほら大きいね、牛さん。牛さん大きいね、大ちゃんね。え、大ちゃん、牛さん大きいね、ほらね。えいっぱいいるね。ここは立ち入り禁止となってますね。わあ、すげえ、いっぱいいる。もう子牛さんだ、大ちゃん。子牛さんいる、ほら、大ちん。ねえ、子牛さん、子牛さんいるね。龍から龍、龍ちゃんってか名前わかんないんだよ。あ、もう牛さん選手が豚さんをペンペン触りながら一緒にゴールを目指す、子豚のレース、そうなんだ。3歳から小学校6年、そうなんだ。子豚レース、そこからスタートしてピュー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 と走ってゴールがあっちだね。はい、大ちゃんも豚さん待ってるですか。待ってますね。豚さん待ってるですか。豚さんレース、これから始まるんですよ。始まりますよ、ねね、豚さん始まるからね大吉、うん、寝てる場合じゃねえぞお前。寝てる場合じゃないぞ、はい、豚さん待ってて。じゃあ今ね、4番が勝ったんだよ。だけど1レース目は対象じゃないんだってさ。残念でしたね。当たったんだけど残念でしたね。レースも4番が勝ちました。グレートトンソク、グレートトンソク4番が2回も勝ったのに。4レース、
局小豚さんレースは 4レース目が対象だっていうんで、ね、結局4番の豚さん買ったんだけど、4番4番3番2番って2番の馬さんが結局抽選対象でした。残念でしたね。大ちゃんはなんで、大ちゃんは上行ったり下行ったり すごいですね。これからねご飯だよね。ご飯ね、ご飯ね。ジンギスカン食べるよママたちはね。大ちゃんも今食べようね。あのとこだけど、まず席を取って料理エリアで、はい、で、あ、ゆのちゃんトウモロコシあるよ、食べる？トウモロコシもあるの？キッズセットだって。キムチもあるの。これ、え？見て。うん、いいね。ダブルセットって これって野菜と？そうですね、お肉と野菜セットになってますね。お肉と野菜。2人前から3人前になってまして。あ、牛とラムが大丈夫な人の断然お得なセットになってますね。そうなんですね。あ、これすごいじゃん。これいいじゃん。ねえ、いいじゃんね。はい、あと何があるの？あ、上にあるね。あ、黒毛和牛なんだ、それ。すごい。リブロースだよ。ねえ。チョップとか、あとはここら辺で、あ、マザー牧場の牛乳がある。やっぱあら、ノンアルコールビールで、ノンアルコールビールで飲んだ気になるか。はい、残念ながら食事シーンは撮れてませんでした。美味しかった。ごちそうさまでしたね。大ちゃん、ごちそうさまでしたね。大ちゃんは何も食べれなかったね。コープロやらなかったの分かってた。あら、はい、距離とお友達と大ちゃんで、5万。いやー、ほら、あそこが宿泊できるところだな。すごい。ロッジみたいなのがあるといいね。でも5名様までだから、なんか雨降ってきちゃって言ってたんですよ。大ちゃん、ヤッシーなんかとほらちょうど5人で泊まれんじゃんって。でそれでいくらになるのかね。バーベキューテラス、私も探してたんだよ、ロッジ泊まれるとこ。本当？よしよし、幅に探しといて。ああ、すごいすごい、ほら上にね、ほら上まで来るとここまで、ほら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 、あ、大ちゃんちゃん、あ、来ましたよ。結構上まで来ましたよ。おお、すごい、見て見て見て、うりゃー、ね、バーベキューテラスでもうご飯食べてきちゃいましたね。はい、あ、どうぞ。ぐるり森大冒険観覧車、メリーゴーランドね、そんなのがありますね。はい、こんな感じですか。これはやっぱりマザー牧場、これ広すぎるんで、これなかなかね、まあ紹介しきれないですけど、まあね、紹介つってもまあネットを見ればね、大体わかると思うんですけど。いやー、疲れたね。結構な距離を歩くようです。大吉くんはどうかな。大ちゃん、いつからだよ。あ、行けますか。あら、どうぞか。はいはいはい、あ、やってるんじゃない。はい、マーク座ってみたかったら3分でもいいと思うんだけど。へえー。これ今大技だってよ、ね、あ、なんかまた違うの出てきたよ。ないですけど、肉のね、雨が降ってきちゃったので、
傘さしてますよ、大吉くん。はい、大ちゃん。びっくりしちゃったね、大ちゃんね。大ちゃんね。あ、3分ぐらいかかんだ。3分。はい。じゃあ、2人はこれで。あら、大ちゃん。大ちゃん、どこ何に乗るの？ああ、こっちですか。ああ、いいですか。ここは、11番に乗れるようですよ。だから、5、6、7、8、9、10、11、あの緑色のやつだ。ねえ、緑色のやつですね。限定なんだ。限定なんだね。多分中にトイレシートとか置いてあったり。ねえ。まあ、ここが乗り口になってます。あ、何？観覧車乗ってんの？外の景色はどうかな？なんかちょっと窓曇っちゃってるけど。ねえ、なんか雨は降ってる。そこは何ですか？ブルーリーなんとかって書いてあるね。あ、なんか迷路みたいになってるね。大ちゃん。大ちゃん何言ってんの？何言ってんの？そうなんだって？何？怖いの。なんか触れてるよ、あんた。怖いの。怖いのかな。怖い？違うな。高くないよね。なんだろうね、ちょっとあんまり見えないもんね。高いだからなんだかわかんない。いや、わかんないよ。だって、肩の下にいるから、高くなるとわかんない。ほら、耳がキーンってなってる。なんか違う。体が。俺なんか車どこ？こっちじゃないでしょ。違う。あ、違うのか。あ、違うか。あっちか。あっちだ、あっち。ああ、そうか。こっちもあんの？はい、ここはゲームのあれですね。楽しかったね。楽しかったね。楽しかったね。これ実はね、コンプリートしました、これ。これ全部。リングから始まって射的、それからこのバーボール倒すやつですね。ボール倒すやつ、射的と3つ、ね、3つ、これ全部景品取りました。まっちゃん行ってきなよ。これが1個の景品。あとはこれですね。はい、あとはこれは何ですかね。なんか敷くやつ全部200円で取りました。これもこれですね。これです。大吉です。あれ、大ちゃんお友達いた。お友達いた。大ちゃんお友達いたね。ああ、お友達いたね。お友達いた。お友達いた。ああ、遊ぼう遊ぼう。遊ぼう遊ぼう。遊ぼう遊ぼう。1個、2個、3個まで。パーフェクトです。で、こっちのカップボールっていうのは、景品があんまりあれなんで、やめたって感じでね。はい。ねえ、大ちゃんが入れないんで、キョリンと一緒ですかね。アイスワールドに入ってきましたよ。よし。ねえ。あ、白熊くんがいますね。北極熊です。これ、ね、そこに部屋見てるのあったの？ないんだよ。あんまりあれがね、なんか評判が悪くて。あ、ここじゃないの。北キツネも雪積もってますね。トナカイさんも雪積もってます。寒い。ああ。
チャリーン。止まっちゃってる。なんだよ。もう終わりなんだ。ねえ。何それ、もう終わりですって。だから短いからゆっくりいるべきでした。で戻る、一回戻りますかこれ迷路ですね。ここはワンちゃんは入れるかな。入れません。ワンちゃんはどうですか。入れません。ワンちゃん入れないですか。ワンちゃん入れませんよ。はい、入れません。ダメですね。大ちゃん見てるよ。持ってくれば。いや、いい、大丈夫、大丈夫。食べれないのね、大ちゃん食べれないんだよ。これ味、ね、食べれないの。なんかみんなでね、みんなで食べてるんだけど、大ちゃんだけ食べれない。かわいそう。食べれない。もうここは山の上なんとかってつきますけど、山の上売店ってことで、ね、売店ですね。はい、動画なんでね。バイバーイ。今日はお正月ですよ。7月2日です。ちなみに長島県結婚記念日です。そうなんだ、おめでとう。ここはあれなの、三つ岬先端頭がね、ちょっとだけ東京湾観音。どこ？ほら、あれ富士山なの？あ、富士山じゃん。富士山だね。ポタ。富士山、富士山。空気がやっぱ澄んでるからあれなんだよ。あ、晴れたんだ。向こうは晴れてんだね。だからね、ここら辺だけ雲がねぼんやり。これ距離に大ちゃんってあるから大ちゃん変わっていこう。あとはこれ佐久間ドロップのヨーグルト味、ね、あとはこれは牛柄の。あ、だからお土産はね、あの家に帰ってきて紹介しましょう。牛乳とかチーズとかそんなんですね。牛乳とかチーズ、牛乳とかチーズとかね、タオルとかそんなんですね。あら、もう夕方近くなってきてイルミネーションついてきましたね。はい、大ちゃん。はい、大ちゃん、こっち。はい、ブルーと黄色、ピンクある。黄色だって。黄色入った、すっぽりね、すっぽり。やったー、よかったねー。じゃあ、こういうのを買ってもらったんだよ、やったね。お散歩いっぱいできる。あら、ほら、雲がね、ちょうど自分たちよりも低いところにありますね。すごい。あ、ゴルフ場が見えます。ここからね、下ってって、車のあるところまで、下がっていきますよ。ここ。大ちゃん、大ちゃん、これほらすごいね。ほら大ちゃん見て。あら、大吉くん。雲海と大吉ね。え、雲海と大吉。はい、もう夕方になりましたんでね、もうこれで帰ります。じゃあ、まあ大吉くんはね、もう車に乗って待ってるんでね。大ちゃん帰ろうかね。はい、じゃあ帰ります。ただいまね。はい、大ちゃん、ただいまね。はい、ただいまして、ただいまして。はい、はい、ただいまね。はい、はい、ただいま、ただいま。はい、ただいま、ただいま。はい、はい、ね、はい、ただいま。ちょっと遅くなっちゃったけど、ご飯食べ終わって。で、これでね、今日はお疲れ様でした。あ、全部種類だね。まあ、この後ね、またジャンジャク、それから茶色い牛のクリル君も見えてくるんですけど、ただ、2頭目は、
まあ、ここにいる子たちがみんな龍牛と呼ばれる牛ですね。で、白黒の牛が日本だと一番多く飼われています。牛用として飼われています。日本だと観賞用で日本に2頭ずつしかいないんです。右側が降ってるので見えづらいんですけど、でも向こう岸も見えてますね。よく見えるときはね、富士山がすごい綺麗に見えるんです。東京湾観音っていう観音様がちょっと斜め前の方にね、白っぽい建物が見えておりまして、左側何見たことあります？こちら側へもゆっくり連れてこようとしてくれています。またこの後ね、ゆっくり動きながら見ていくので、そのまま座ったままでお願いします。さあ、まずは筋飼いが目標に CG を